スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、酒井のメンタルタフネスへの道。こんにちは、カウンセラーの酒井です。私の回では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツ、そんなお話をお伝えしていく番組です。そうなんですけど、はい、先月ですね、パワハラのことをお伝えしました。今年の5月にですね、法律の方が可決されまして、労働施行総合推進法かな、はい、そういう法律が可決されましたので、パワーハラスメントの防止について今後企業が取り組んでいくというようなことが始まってまいります。なので、先月に引き続き今月もですね、このハラスメントというものについてぜひ、皆さん知識をつけていただいて、実際にその法案が可決されて、施行される、義務化されるというふうになった時に、皆さんがですねどういうふうにしたらいいのかっていうのを今から準備していただく、そういう情報をお伝えしていこうと思います。酒井のメンタルタフネスへの道。きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。酒井のメンタルタフネスへの道。ということで、はい、先月に引き続き今月もですね、ハラスメントというところをメインテーマにお伝えしていくんですけれども、前回はパワハラの、6類型、どういうふうにしたら、パワハラに該当するのか、そんなところを皆さんにお伝えしていきました。で、聞いていただいた方はですね、なんとなく、イメージがついてきたかなというふうに思いますけれども、今月はちょっと趣向を変えまして、クイズ形式でパワハラ、セクハラ、マタハラ、そんなところを皆さんに考えていただきたいなと思います。なので、問題を、私が出しますので、ちょっとシンキングタイム設けますのでね、ぜひ、皆さんそれが、パワハラに値するのか、それともそうじゃないのか、丸×三角ぐらいな感じでですね、ぜひ考えていただきたいなと思います。では問題いきます。問題、指導するために個室に呼び、間違った対応を指摘し指導した。指導するために個室に呼び、間違った対応を指摘し指導した。いかがですかね。個室に呼んで、指導する、これはね、一般的にはいいというふうに言われてますよね。はい。で、先月の時にもお伝えしましたけれども、パワーハラスメントは業務上の適正な範囲を超えていなければパワハラに該当しないわけです。なので個室に呼んで指導を行っただけでは、これはですね、業務上の適正な範囲を超えているというふうに、見られないというふうになってますよね。
なのでこの場合はパワーハラスメントだというふうに断定できるものではないです。ただしですよ、まあ、あの上司としてはね、みんなの前でこう叱るとあのなんていうんですかね、こうやっぱり他の人の目もあるし、あまりそういうみんなの前でね、なんかきつく言うというのもどうかなと思って配慮したつもりで個室に呼んでというのはあろうかと思います。ただしですよ、個室に呼んでこれをですね長々と永遠にずっともう2時間3時間とですね永遠にその個室で、なんで君はこうなんだああなんだっていうのをずっと言い続ける、それを、必要に、何回も繰り返すっていうふうになってきますと、これはですね個室に呼ばれるたびにああまたなんか言われちゃうとか、それで、仕事が逆にですね、できなくなってくるみたいのがなくはない、はい、なくはないんですね、なのでそういうふうになってくるとこれはちょっと度が過ぎてくるというふうになってきますから、パワハラに値してくる可能性があります。ただし、やっぱり先ほど言いましたようにみんなの前でねなんかきつく言うよりは個室に呼んでちょっと指導する方が適正だったりはしますので、これすごく難しいんですけれども、個室に呼んで指導するだけではパワーハラスメントにはならない。ただしその度合いだったりですとか個室で指導するのが、さっき言いましたようにねものすごく長い長時間に及ぶですとか、そうなった時にはパワハラに値することもあるので、十分注意していただきたいなと思います。第2問、職場の同僚の誰に挨拶をしても無視され、社員旅行参加を拒否された。職場の同僚の誰に挨拶をしても無視され、社員旅行参加を拒否された。はい、これはですね無視、仲間外し、これはパワーハラスメントに該当する可能性高いですよね。はい、なのでこういった行為は、避けていただきたい。もちろん無視ですとかそういったのは良くないですし、全員が参加するもの、まあ、例では社員旅行というふうに言いましたけれども、例えば飲み会なんかもそうですよね、みんなでなんか集まって初期払い、あるいはですね忘年会新年会そういったのがあるにもかかわらず、一人だけ呼ばれない、そんなようなことがありますと、これはパワーハラスメントに該当してくることがありますので気をつけていただきたいなと思います。第3問、先輩から私用の買い物や車の送り迎えを無理強いされた。先輩から私用の買い物や車の送り迎えを無理強いされた。これはですね、業務に関係のない私用な命令というふうになります。明らかにねその私的な買い物ですよね、仕事ではないところでの不要なことの強要というふうになってきますから、パワーハラスメントに該当する可能性これ出てくるんですね。私用でねなんか送り迎えさせられたとか、なんかちょっとこれ買ってきてみたいに言われたのが、仕事のことではなくって、その人の個人的なものだったっていうふうなことがありますと、パワーハラスメントに、値する可能性高くなってきてしまいますから、ちょっとお願いみたいにね、ついつい言ってしまうみたいな人がいたらこれ気をつけていただきたいなと思います。やっぱりなかなかですね先輩から頼まれると下の方はですね嫌とは言えないですよね普通。なのであいいですよっていうふうに心よく言ってくれていたとしてもですよ、これも先ほどの、ね、第1問と同じですけれども、頻繁にあったりとか、度重なってくるといい加減にしようしてよっていうふうに、後輩としては思ってしまいますよね、なので、やっぱり、公私混同を避けていただいて自分で、そういったことはやっていただきたいと思います。第4問、女
上司が部下の失敗に対してこの役立たずいらないんだよと職場のメンバーに聞こえるような大声で叱責し、その後何度も同様な叱責が続いた。上司が部下の失敗に対してこの役立たずいらないんだよと職場のメンバーに聞こえるような大声で叱責し、その後何度も同様な叱責が続いた。これはもう皆さんお分かりになりますよね、こういうふうにですね、暴言を周囲の人にも聞こえるように繰り返し行うこと、これはもう指導でも何でもないというふうになってしまいます。確かにその方がですね、失敗している、それは事実としてあると思います。なので、これを指摘するというところであるならば業務の適正な範囲を超えてはいないんですが、こういうふうにですね、職場のメンバーのみんながいる前で見せしめ的に大声で、何やってんだみたいに言ってしまうというふうになるのが、これはパワーハラスメントというふうに該当してくる可能性高いですよね。特にこの役立たずとか、いらないんだよとか、やめちまえとか、こんなような言葉はですね、使うと、これはやはりパワーハラスメントというふうにとらわれてしまう可能性が高いです。給料泥棒とかですね、例えば主任失格だとか、やめちまえとかね、そういう言葉は精神的な攻撃の中に値してきますし、特にこのやめちまえとかね、その言葉はですね、実は裁判上では非常に重視される言葉なんですね。なぜかというと、雇用を脅かしている言葉に値してくるからなんですね。特になので、管理職の方とか、役員の方とか、そういう方がそういう言葉、やめちまえとか、いらないんだよとか、給料泥棒みたいに言うというのは、これはやはりパワーハラスメントというふうに値してくるようになってしまいますので、もし部下の方が失敗した時というのはですね、メンバーの前で大声で怒鳴るのではなくて、きちんと指摘、具体的にですね、こういうところが間違ってますよと、こういうところを気をつけてほしいんですよというところまでに留めていただいて、その先の役立たずとか、やめちまえみたいなところはぐっと飲み込む、そんな風にしていただければなと思います。第5問、目標を達成できない社員を長時間正座させ、定規で頭を叩きながら説教をした。目標を達成できない社員を長時間正座させ、定規で頭を叩きながら説教をした。このですね、長時間正座させること、あるいはですね、定規で頭を叩くこと、これはですね、パワーハラスメントの身体的な攻撃というところに当てはまってきますよね。なので、こんなふうにですね、正座をさせるとか、定規で頭を叩くとか、それ以外でも、どうですかね、なんか丸めた紙でトンっていうふうにこう頭ポンっていうふうに小突くとか、本人としてはですね、そんなに強くやったつもりでなかったとしても、こういうふうにやっぱり人にの体に接して、何かやるというところはぜひやめていただきたいなと思います。これはパワーハラスメントというふうに該当してくる可能性、非常に高くなってきますのでね、お気をつけいただきたいなと思います。いかがですかね、パワーハラスメントの、クイズというところで出させていただきました。前回はパワーハラスメントの6類型というところでお話をさせていただいて、今回はですね、クイズ形式で少しお話をさせていただきました。で、ハラスメントってパワハラだけではないですよね。セクハラなんかもありますし、マタハラなんかも、最近は問題になってきています。なので今日はですね、このクイズ、セクハラマタハラについても、お出ししたいなと思います。先へのメ
メンタルタフネスへの道。感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。主婦が夫に内緒で出かける場所といえば、驚きの鑑定結果はご自身でお確かめください。ご家庭に眠っている香木買い取ります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-75-4105。 お香のことなら香木査定で検索。石英のメンタルタフネスへの道。ではこのセクシャルハラスメントのクイズということでまたお考えいただきたいなと思います。よろしいですかね。はい、いきますよ。第1問、女性社員を〇〇ちゃんと呼ぶのは親しみの表れであり対はない。女性社員を〇〇ちゃんと呼ぶのは親しみの表れであり対はない。これどうですかね。私の前の職場でもですね、結構まるまるちゃんっていう感じで呼んだりしてました。で、私自身もまあそんな風にね、呼ばれてましたし、これいいんじゃないのっていう風にね、結構そういう風に、呼ぶことで逆にこう距離感が縮まりますし、いいんじゃないのっていうふうに思われる方結構多いかなと思うんですけれども、これもですね、場合によってはやっぱりセクハラというふうにとらわれてしまうというのが、最近のいろんな裁判なんかでも、そういうところが出てきていたりというのがあります。女性だからという理由で〇〇ちゃんっていうふうに呼びかけるっていうのはですね、会社で共に仕事とする人として、尊重していない、下に見てるっていうふうに受け止める方もいらっしゃるんですね。で、そういう意識、セクハラにつながるというところがありますので、呼んでいる側としてはですね、割と親しみを込めてこう距離を縮めようと思って呼んでいたとしても、呼ばれてる側はですね、意外に不快に感じているっていうこともなきにしもあらずなんですね。なので、ちょっとね、このあたりのところも難しいんですけれども、気をつけていただいて、やっぱり、同じ社員として、働いてる人、を尊重するという意味でもですね、ちゃん付けではなくって、さん付けでやっていただいた方がいいかなと思います。セクシャルハラスメントの問題第2問、男のくせに根性がない、女には出張させられないなどとつい言ってしまう。男のくせに根性がない、女には出張させられないなどとつい言ってしまう。これはね、簡単でしたかね。はい、性別の役割分担の意識に基づいて発言してしまっているというところですよね。で、セクハラの背景となり得るようなこういう意識というのがあって、言っている方はですね、割と無意識にこんなこともやっぱりつい口から出てしまうというのがあるかもしれないんですけれども、男のくせに女のくせに、こんなようなところはですね、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。第3問、女性であるだけで掃除や雑用を強要することがある。女性であるだけで掃除や雑用を強要することがある。はい、これも簡単ですかね。これはやはり、
セクシャルハラスメントというふうに該当してくるようなことになってきますよね。性別分担、役割分担に基づく行動というふうになってまして、やはり、こういったことがあまり、よろしくないというふうに男女雇用機会均等法なんかにも違反してくる可能性が高くなってしまいますので、こういったことは気をつけていただきたいなと思います。もう本当にだいぶ前、もう昭和の頃はですね、まあ、女性社員が朝ね、課長さんとか、他の社員の方に、まあ、お茶を汲んでですね、それぞれの席に届けるなんていうのが昭和の時代にはあったかもしれないですよね。で、そういうその昭和の意識でいると、やっぱり女性は、そういう雑用とかコピー取りとか、女性だけ掃除とかね、そんなような意識持ってらっしゃる方がひょっとしたらまだいらっしゃるかもしれないんですけれども、こういったことはですね、ぜひもう意識を変えていっていただく必要性が非常にありますので、気をつけていただきたいなと思います。第4問。会社の懇親会の席で、女性社員にお酒のお酌や隣に座ることを無理やりさせることがある。会社の懇親会の席で女性社員にお酒のお酌や隣に座ることを無理やりさせることがある。これもね、もう本当にやめていただきたいですよね。はい、やっぱりね、何ですかね、こういったことを、昼頃から懇親会の席とかでやってると、職場でもですね、やっぱりそういう、セクハラっていうところが割とこう根強い職場っていう風になってくるのかなと思ってます。なので、こういったことはね、たとえお酒のバーであったとしても気をつけていただいて、割と役職が上の方だとですね、なんとかちゃんこっち来てよみたいな感じで、こう自分の隣の席ね、もう無理無理座らせようとしたりとか、そういったの未だにやってないですか？大丈夫ですかね？はい、こういったことがね、ないように、気をつけていただきたいなと思います。第5問。部下の、性的な事柄について職場で話題にしてからかったりしたことがある。部下の、性的な事柄について職場で話題にしたり、からかったりしたことがある。はい、これももうダメですよね。はい、皆さんお分かりいただけてると思います。で、最近のね、セクハラ、実はですね、男性から女性だけでなくって、女性から男性もそうですし、同性同士でもね、そういったことは、セクシャルハラスメントに該当しうるというふうになってます。なので、たとえ同性同士であったとしても、まあ、異性はもちろんのことですけれども、こういったことを話題にしてからかったりっていうことは、これは NG というふうになってきてますのでね、本当に、まあ、冗談で言ってる人は冗談でだよっていうふうに思っていたとしても、やはりやられた側は非常に不快に感じるということがありますので、ぜひ気をつけていただきたいなと思います。はい、セクハラの、クイズ5問というところでしたけど、どうですかね、簡単でしたでしょうかね。はい、じゃあ、もう一つ、今度はですね、マタハラですね、はい、妊娠出産についてのハラスメントクイズというところで考えていきたいと思います。よろしいですかね。マタハラですね、妊娠出産に関するハラスメントクイズいきますよ。第1問。子供が小さいうちは母親は家庭で育児に専念すべきだと職場で発言したことがある。子供が小さいうちは母親は家庭で育児に専念すべきだと職場で発言したことがある。はい、まあ、自分のね、
一個人の考えで、ついついねやっぱりこうちっちゃいうちはね、お母さんのそばがいいよね、いや3歳まではやっぱり一緒にいた方がいいよねみたいについつい言ってしまう方、まだいらっしゃるかなというふうに思います。で、自分の考えをね述べるだけではこれは別にハラスメント行為に直ちに該当するかといえば、まあ、そういうものでもないんですけれども、ただですねそういう考えを持っているとどうしても例えば育休をね申請するとか、あるいはですね育休から復帰、してきたりっていうような女性に対してそういった自分の考えを押し付けてその方が傷つくようなそういったことを言ってしまう、あるいはですねそういう制度をですね利用してなんかするっていう時にもちょっとそれのね阻害要因になったりするっていうことも、まあ、なくはないかなと思います。なのでもちろん一個人としてそういうふうに考えてご自分が子育てに専念したいからと言ってお休み取るとか、まあ、そういったのを自分の考えでやるのはいいんですけれども、それをですね周りにも、まあ、当てはめようとしたりとか、あるいはですねその職場はそうなんだみたいな感じでいろいろこうやってしまうというところは避けていただきたいかなと思います。第2問、妊娠した女性社員からの申し出がない場合は業務内容について配慮する必要はないと思う。妊娠した女性社員からの申し出がない場合は業務内容について配慮する必要はないと思う。これはですね、はい、軽作業への転換ですとか、深夜産業の免除というものは妊婦さんへ の措置は、まあ、原則はですねご本人からの請求なんですね、はい、なので原則ご本人からの請求がなければ、特にそういったところを、ということはないんですけれども、まあ、やっぱりですね妊婦さんであるというところは、少し配慮していただいてその方の体調とか、そういったところを、ぜひ確認しながらやっていただきたいかなと思います。で、ちなみにですね、労働基準法の中では一定の重量を超えるものを運ぶ作業とかそういったのは、当然のことながら、妊娠している方については、これをやらせてはいけませんよというような決まりなんかもありますのでね、ぜひ、気をつけていただきたいかなと思います。第3問、1人目までは仕方ないが2人目3人目の産休育休は正直迷惑だと思う。1人目までは仕方ないが2人目3人目の産休育休は正直迷惑だと思う。こういう考え方にとどまらず、まあ、職場での妊娠とか出産育休っていうのには割とねその否定的な言動を言ってしまうという職場さんもあるかなと思います。で、意外とですね、男性よりも同じ同性の女性がですね、結構、そんなようなことを言ったりとか、まあ、言わないまでもそれを匂わすみたいなところが あったりもするんですよね。でもやっぱりね、まあ、働き方改革もそうですけれども今後若い方が、どんどん、まあ、日本は減ってきて、働ける方が少なくなってきてっていう風になってきた時には女性が、いかに長く、働くかっていうのをその職場でもそういった環境を整えていくことが、将来的なねその職場の中ではいいのかなというふうに私なんかも考えてます。なので2人目3人目の、
産休育休、そういうふうにですね、安心して産んで安心して育てていける職場、ワークライフバランスじゃないですけれども、そんなふうにですね、環境が整っている会社さんの方が従業員が安心して働けますから、長くね勤めていただけます。新しい人を雇ってまた一から教育してというよりは、ちょっとねお休みをもちろん、していただくにしても、でもまた、同じ職場に復帰してやっていただく方が職場さんにとってもいいと思いますのでね、ぜひそういった、正直迷惑だなっていうような意識は変えていただいて、まあもし、まあ、そういうふうに考えるのが女性であるならば、自分の時にもね、休ませてもらうからお互い様だわっていうふうに考えていただいたりですとか、まあ、男性の方はですね、子育てしながら働いていてすごいなっていうような、そういう意識に向けていていただければなというふうに思います。第4問。今の職場において育休中の代替えを補うのは難しいので、現在のメンバーに頑張ってもらうしかないと思う。今の職場において育休中の代替えを雇うのは難しいので、現在のメンバーに頑張ってもらうしかないと思う。こういうね、やっぱり難しい問題だったりはしますよね。会社さんが育休、まあ、産休育休、そういうねお休みされている方が一人出ると、特にちっちゃい会社さんであればあるほど、まあ、業務分担というのがすごく悩ましいところではあるんですけれども、やっぱりそういうのはね、事業主の方が講ずべき、ハラスメント防止策というところに含まれてきていたりもしますので、会社さんでね、そういうふうに安心し、さっきも言いましたけれども、安心してね子育てができるように、何かしらね会社の制度の中で考えていていただきたい問題かなというふうに思います。第5問。自分の職場では特定の社員にしかわからない仕事が多く、他の社員の業務を把握できていない。自分の職場では特定の社員にしかわからない仕事が多く、他の社員の業務を把握できていない。これちょっとマタハラとかそういったのと何の関係があるんだっていうふうに考えられるかもしれないんですけれども、実はですね、こういう一人で抱えちゃっていて他の人が全くわからないというような仕事が増えてくるとですね、やっぱりその方が産休育休っていうふうに入った時に、周りの人がすごく余計にですね、もう迷惑だななんて思っちゃうことがありますよね。なので業務の見える化、ある程度マニュアル化っていうところを事前に進めていくことで、産休育休っていうのがね取りやすい職場っていう風にもなってきます。なのでたまにこう業務の中身をローテーションしてみるですとか、さっき言ったようなマニュアル化を、実施してみるっていうところも、このね産休育休を推奨している、ところには必要なのかなという風に思いますので、一人の人しかわからない仕事、ぜひね減らしていただきたいなと思います。先へのメンタルタフネスへの道。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています。スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と
10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道、いかがでしょうかね。今月はパワハラに限らずハラスメント全般のですね、クイズ形式で少しお伝えさせていただきました。先月に引き続き今月も、ハラスメントというものをぜひ皆さんにですね、考えていただいて、働きやすい職場、みんながですね、元気に、生き生きと働けるような職場作りとして、このハラスメントというのをお伝えしていきましたので、ぜひ、皆さん今一度ご自分の職場どうなのかなというのを考えるきっかけにしていただけたらなと思います。ではまた来月第4水曜日にお会いしたいと思います。ありがとうございました。